を開始しています。枠通りに成功しました。放送開始を検出しました。いけるいけるいけるよ。オキュラスも確かバイブは裸眼でいける。メガネコでもメガネコの裸眼でもいけるっていうレポートある。あとなんかレンズの調整機能がね、確か右目の下あたりに、オキュラスはメガネがすっぽり入るほどの大きさはあるらしい。調べると結構あるよ。うちもメガネ子だからちょっと心配で。いやーどうなんだろうね。なんか、それよりも鼻の高さが合わないとか、そっちの方が多いかな、レポート的に。オキュラスはなんか鼻の部分から光が漏れ込んでしまうみたいなレポートは見かけた。強度禁止じゃなければ大丈夫かな。いけんじゃないかな。
もうニコ動でオキュラスとかバイブとかアップしてる人いるからね、多分大丈夫じゃないかな。心配なら2ちゃんあたりさアサルトあるんじゃない。2ちゃんとか結構先行的に買ってる人のレビューとかもうあるだろうし、買う気が突然落ちたの。いやー買わないけどね。あ、買わないね。今のところは仲間が増えるのかと思ったけど、今さっきもさ、なんかスチームにさあるんで、テスターみたいなプログラムがで、ゲーミングモードといつもこのやってるモードと、あとオーバークロックモードの2種類やったんだけど、どっちも快適の週の下ぐらいかな。まあでもなんか一応パフォーマンス的にはほとんど問題ないみたいな。快適の下のランクだから、まあだからグラボさえ買えば完璧かなって感じだよね。グラボが結構ギリギリな感じ。970だとどうしてもオーバークロックしてギリギリぐらいかな。ギリギリって言ってもまあ快適な中だけど、って感じどのぐらいで出てくる。フレームレート120ぐらいが平均で出てたから、おそらく問題ないけど、まあ配信とか含めて考えるとちょっとなぁみたいな。配信の仕方もちょっと考えないとって感じ。今月の末か来月ぐらいにはゴーグルかけてこのゲームやってると思うと、今の仕事をちゃちゃっと終わりしたいよね、本当に。オキュラスはレンズがついてるんだね。うん、そうそう、 HTC もレンズついてるけど両方対応だったから、メガネもすっぽり入りまして、どっかのゲームの会社かレビューかちょっと忘れちゃったけど、どっかのサイトで書いてたよ。でもうちできるんだったら裸眼でやりたいけどね。結構汗かくみたいだし、目のそのゴーグル部分。チームフォトレスとかいうやつ、そうそうそう、今日でたまたま見てたわそれらしいね。もうなんか結構本格的に対応してる。外人の配信では結構あったよ動画。FPS とかとはすごく相性いいだろうね。緊急停止、おお、ギリギリ間に合った。
日本の会社のゲーミング、その VR 対応のゲーミングは、ゲーミング、ノーパソの方は確か29万で、デスクトップの方は10万か20万の間とだった気がする。ノーパソはやっぱり結構オーバースペックみたいな。あ、ロドス様さん、どうもどうも。うち、多分、バイブ来たら、もう。スレッドのあれにブトックス電波値でグア対応もバッチ、イカ役。いや。10個あってあれでしょ？確か。最近発表されためちゃくちゃ高いやつでしょ。 CPU だけ16万ぐらいするやつでしょ。40万あれば足りるかな。いやー、なんかもうなんていうか、人間の方がもう扱えないぐらいのスペック。そうだね、大体みんなそうだと思うよ。 VR に人生をかけるかどうかだけだよ。うちは VR に人生をかけたいね。というわけで、一気に買って。なんでやねん、なんでやねん。買えないけど、そこまで余裕ないけど。VR のコンテンツは作ってみたいなとは思って、今日はプログラミングができる人とちょっと話してて、あのアンリアルエンジンっていうソフトウェアと、あと何だっけ、アップがアメリカ全土制覇するのって何年かかると思う？10年とかじゃん。それかスタンプ氏が当選しちゃって、こんなゲームなんかクソくらえてってダメにするか。俺の絵を入れろ、スタンプ。スタンプ大統領が出た場合、こんなゲームクソくらえてなんかダメにしてきそう。こんなの配信すんだ。トランプ、あ、トランプか。そう。スタンプって言った。もうなんか、眠いね。頭の中ではもう変換されてないけど。ウノがアップを始めたようです。アリゾナ埋めてて思ったこと。はい。ネバダ埋めてないじゃん。ネバダ？あと、なんかこの辺にできたよね。なんか若干補正入ってなかった？街が増えたり。久々にエッツにやってて思ったこと。なんか2チャンネルでみたいな。うん。それは否定しないよ、それは。いや、
じゃあうちが発表しようか。 ATS やってて思ってたこと、フレームレート低いな。フレームレートなんでさ、あなたの低い果てにならん、ダイナミック速度違反わら。そうそうそう、目の前に。あのね、最近分かったの、この外からのやつだとフレームレート上がるんだけど、中からだともうなんかフレームレート下がるんだよね。これどうにかなるのかな。まあついでにこれもな、それも意味ない時はあるけど。3番だとさらに上がるよ。3番、あ、これか。あお、6%？ 今ので 6%？ ふざけんなよ。この荷物ぶっ壊してやるぜ。行くって？俺様の道だ。何気にロングトレーラー。ユーロトラックの方がフレームレートがめちゃくちゃ安定してる。 それでも下がるとこはあるけど、あー30、まあ出てればまだいい方じゃない。3、やっぱり20とかだとちょっとひどいね、やってらんない。970ちゃんは3画面きついのか。ゲームで3画面は確かにきついかもな。結構なスペック要求するでしょ。まあ無駄なエフェクトとかを、ああウルトラにしてたのか。オーマイガッ、わはははは、オーマイガー、これが徹夜組の運転である。そうだね、車いない、いないね。外側から行こう。いやーでもニコ動でもすでにバインを手にしてる人の動画を見たけど、やっぱみんな反応が新鮮で早くやりたくなったね。あと見てて思ったのは、あの VR のソフトって意外と高い。FPS ってやっぱりあれなの、コントローラーでやった方が当たるの。ああ持ってるな、持ってるけどあのゲーム全然やってない。今あいつは赤信号で行ったぞ。あれこんなトラックいたっけ。あれだって今日動画で見たけど、なんか外観じゃねえや、首都高走ってたよあのゲーム。アセットコルサでロードスターもっと入れてブア最高だと思う。VR 買ったらマジで現実世界ほんとクソにし
もう燃えるかもしれない。なんで言う、なんで非力な、その、風力で行くんですか。もう少しちゃんとした、ダイソンと言わないまでもさ、普通の。なんでやねん。最初はディズニーランドとかで売ってるやつでしょ。Vive の HTC はね、HTC の Vive は、確かね、ヘッドセットにカメラがついてんだよね。全方向に。で、それをどうやらスキャンできるみたいな、配信用に。だからよく考えられてるよね、あの HTC は、本当に。HTC の Vive、あ、そうそう、Vive。みんな Vive、Vive 言ってるよ。日本人にとっては、あれしか思い出さないけど。それが緊急地震速報しか思い浮かばないけど。小型マッサージ機じゃない方。で、今度から言わないとダメなことになるね。大型マッサージ機。大型も小型もマッサージ機には借りれない。あそこか。ここはちょっと見えないんで普通で行きます。お、小型マッサージ機、防水機能付き、あ。なんで防水がついてるんですかね。パレットで11トンって信じられる？はいはい、煙突か。やってみよっか、あれ。確かにな。あれさ、あれ、もしかして。あれって3番で回避できない ?4番だっけ、バックミラー。ちょっとやってみるか。ガレージマネージャー。ダブル900ってきつかった？ダブル900？ きつかったって、何が？これでしょ？
しょ。俺ちゃ細くしてんもん、見えないから。あれ、なんか音変わった？僕 W900 でしかアドバンスカップリング試してなかった。あれ、うちこれ元が適用されてんかな。あ、全然見えねえ。見てくれよこれ、よく反射してるけど。これこそ、あ、そうなの？あ、マジで？こんな、なんかダイソンみたいな音すんの？ダイソンみたいな音するよ。キュイーン。なんか、詰まった。ガリ。吸気音が追加されたそうな。あ、そうなんだ。ダイソンの音か。いや、ここまで移動しなくていいか。F になっていくか。読み込み中にフレームレートが60いくっていうね。とホースパワー1400ぐらいでいいかな。袋のつくも覗いて分かったこと。うん、144ハズ欲しい。何140ハズ。あ、これカーボンか。モニター。あ、モニター。へえー、何か違うの。クアトでいいじゃん。うわー、独特し。あー、これか。コーテックスにしてんのか。確かにそうなってるよね。あれ、こんなのあったっけ。あ、あったか。僕液晶世代。あ、液晶世代か。うちブラウン管世代なんだよな。じゃあ、あれだか、学生の時は MD が一番栄えてたよ。栄えてたってな。何でも MD だったか。あと 8mmCD が流行った時期で。あれ、煙突どこで買えんだっけ。はい、あ、見えないね。見えない。確実に見えない、これ。見えないよ、これ。さっきのがまだ見えた。細いやつ。はい、お座り。煙突壊そうよ。ほら。煙突が汚れてんのがわかるぐらいのグラフィックだよ。それぐらい。それぐらいしかわかんない。放送終了を検出しました。
を開始しています。枠取りに成功しました。放送開始を検出しました。和骨？和骨？ああ、和骨あり。全然見えない。あ、やっぱりこれ5番でギリわかる感じか。画面に近づいてやっと見える。でも全然これ実写だとどうやってんだろう。ゲームセンターとかだとブラウン管は現役だよね。あ、ほんと今ブラウン管有料なんだよ、してんの。だから使いたい人にあげたいぐらい。3000円とかドラえもんだって、あれしてんの。これで見れるか。捨てたことない。本当？あれ、それでほら熊本地震でもさ、なんか問題になってるじゃん、ブラウン管捨てんの。これをマウスでやるには、それは災害と関係ねえだろみたいな。そのぐらいでないんです。そのぐらい若いんです。これでやっと見えるな。これをマウスでやるには、5番押してなんかうまくやるんじゃん。拡大縮小か、ホイールマウスのほらくるくる回すとこ。うち今頭ガンガン動かして、やっと。ただなんかうまくどこの位置でこの位置になれるかはいまいちよくわかんない。5番か。5番で多分マウススクロールじゃないかな。うちほらヘッドトラッキングでやってるからマウスは向こうなってるけど。経由運ぼう。経由ちょっと起動してやってみよっと。はいはい、いってらっしゃい。あ、いいかも。ケンワースのこの音いいよ。どう？ちょっと木魚っぽくない？この音好きだわ。ちゃんとこうカチッカチッって音がこだわってる感じがする。あと気のせいかサイドミラーが高い位置にあるかな。そしてダイソンの音うるせえな、これ。あと空が広い。寝るとこは若干狭いのかな。実写の動画ではサイドミラーしか見てない。あ、そうじゃないのか。ケンワス結構人気だよね。 YouTube で探すとケンワス結構乗ってる人いるけど。この音いいわ、ずっと聞いてたい。クラクションはいただけないな。軽自動車みたいだ。そうだった。ジャッジーカットのアイトラフィック全部外さないと、イカ役。あ、そうなの？え？うちはないき。エアホンこれ。エアホンはあれだね。あれとピーターフィルトと同じだ。
っちの方が運転してて楽しいかも。なんかハンドル重い気がするけど、重いのか車体が、なんか重いな、ピーターより。いいね、なんか戦闘機動かしてるみたい。経由経由。見えないね、やっぱり。5番でいくか。うわ、全然ずれてる。うまくいったぞ。しかし見えない。これを覚えておかないといけない。煙突と大体平行か。あ、ほんとこのウィンカーの音最高だわ。そうだよー。じゃあ明日は2個収録かな。マースの方が運転はしやすいけど、ちょっと車体が大きく感じるかな。気のせいかな。ピータービルドの方が運転席は低いのかな。あと白線が見にくいかな、煙突のせいで。
か落ちるかもしれんな。さっきやりかけたけど、なんかさ、ケンマースのさエンジン音がダイソンっぽい音とさ、ウィンカーの音がちょっとこうねっとりした音なんて大好きだ。してないよ、もともとマルチだけど、けどあのこのゲームはマルチにしてない。横長い。嘘、横長い、横長い。ああ、わかった、モッドだよ、モッド、モッドで広くしてる視界を。わーお、そう、うち大体車運転するときこのぐらい広いよ視界。結構後ろに下げてんかな。と、大体感覚で運転する。まああれだろうけど幅がね、わら。道が分からんのは多分ね、車のせいだよこれ。例の煙突が長いあれだよ。ほら、この車だよ。煙突で邪魔な。後ろが見れない車で言うね。違う違う、どこは人当てかってこと。どこ走っていいかってこと。え、どういうこと。そんなことないよ、簡単に入るよ、ほら結構ギリギリまで右に寄れるよ。サイドミラーの下の部分見れば、小さい丸いやつを見ればね、どこ走ってるか分かる。いいわこの音大好き。寝るか。はい、おやすみ。うちもそろそろ寝るわ。しかしこのダイソンの音はちょっと耳障りだな。そして後ろ見えねえ。おー、これはひどい。わしならアイアン使わんから両方の目が見えるように見える。ダイソン機だ、ダイソン。吸引力やべえ。ただ変わらない大なんだっけ。ただ変わらないなんだっけ。排気じゃなくて。
だ。飛行機のエンジンみたい。笑。うん、わかるわかる。そんな感じだよね。戦闘機のあの。こんな便利な視点があっただなんて。うん、ね。5番。ウォルマート。マップ増えたのね。ああ、オープンベータよ。オープンベータ。まだ正規版じゃない。増えたってほどじゃないけど。うん、AI かはなんで近づくとこう急に遅くなるの。大好きウォルマート。花火だって。これがエッチの通常放送走りです。そうそうそう。壊すっと壊すともっと。5番。いや、暴走であったりと思うけどね。これを暴走と言わずとして何と言うみたいな感じだ。本人は普通、笑。そうそうそう。あお。高くつくよ。事故がなければ安全運転。もっとでかいのが良かったけど、事故がなければ安全運転。かっこ正義って感じだね。正義とは何か。事故らないこと。あなただけでしょ。おお、マイガー、嘘、当たった今の。結構うまく詐欺のつもりだったけど。この道をマルチで速く走りたい。ガッシャンしてほしいの。さすがうちの放送を 見る人はやっぱり違うね、内容が。見る内容が違う。なんでそんな安全運転しないのみたいな怒る人じゃない。もっとやれ、いいぞ、もっとやれって。だから期待するのよ、笑。
煽っていく運転だから。ケマスって運転ってか前の画面が狭いんじゃないか、もしかして窓ガラスが狭いんじゃないか、ピータービルドに比べて。ピーターもう少し画面ある気がする、前面が。左か。左だったか。入れんかな。入っていいのか。あ、ここだけ道になってる。ピッチ知ってる？何が？何を？あ、絶対入れない。ピーターパンの世界に大人がいない理由。わかんない。ピーターパンが大人になる前に寄与してるとか、わら。ああ。それ都市伝説っぽいのが来ちゃった。刺激が強いからいじられたって聞いた。へえ。怖いもんね。まるでピーターがその場所の神的な扱いになってるってことでしょ。だって管理してるってことは人間たちを。しまちゃんおじさんだ。おこつあり。しまちゃんおじさんも結構怖いもんね。何でもしまっちゃうからね。悪いことしたらしまちゃわれる。しまちゃわれるってすげえ言葉だよ。
何？トリビアの泉で紹介されてたんだ。それ2ちゃんで有名なスレだね。あの何け、ディズニーランドの閉園後にいたらってやつ。キャニオンここだね。多分違う。それは規則違反なので、ピーターは彼らを招いたと訳せる部分に近づく。どこからコピペしてんのそれ。簡単にコピペしてみた。でしょうね。早すぎるもん、打つの。だよ、どう見ても。ここに一応乗ってる、わら。ちゃんと参照元まで。ご丁寧にどうも。質問のやつだけどね。あ、そうなんだ。ヤフーの？あ、ヤフーのだ。知恵袋か。時々ネタが書き込まれるやつか。すでにもトリビアあったはず。確かそれあったな。動画としてあるから探してみてね、わら。興味があればね。体重50キロの大型犬を溶かして庭に流したいという闇の深そうな。あー、それね、怖いよね。本当に犬なのみたいな。犬に噛みはないでいき。わしはエッチを鍋に入れて煮込んでみたい。似てんの？それ本当に犬なのかっていう。そうそうそう。また閉まっちゃうよ、おじさん。腹減ったら腹立てて殴り合うし。
本がないからって殴り合って共食いしてたこともあるかと思って火火薬。あ、まああるんじゃない。ないはずはないよね。よし、寝るわ。今日はここの辺で。しかし、チェンワースもいいね。いや、じゃなくて、眠いもんだって。今からでしょ？いや、今じゃないよ。今じゃない。削除。削除。マジで？うん、マジで。お子様はお眠の時間です。そうそうそう。どんどこどん。そう、お子、ほら、うち、大人じゃないから。なんたって、私がピーターパンです。いっちいはお子様じゃない。私がピーターパンだ。なんたって、私がピーターパンです。ケーターハム。でも疑問があるんだけど。うん。スクリーンショット。うちスクリーンショット643枚もあるらしい。ちょっと撮りすぎだね。ピーターパンがキルしてるならよ。うん。ピーターパンが大人にはならんの？ならないんじゃないの？大人になったピーターは？大人になったピーターはその世界を潰すんじゃないか？自暴自棄になって。つまりその世界の破滅。ピーマンになった。お後がよろしいようで。そして地球に戻るっていう。